タビアコースコアクラスは大学合格を目標に日々の勉強に頑張っています。部活動に所属している子も多く、私が所属していた時は隙間時間を有効活用し日々の勉強を頑張っていました。これからの残り少ない学校生活を楽しみ、第一志望の学校に合格できるように頑張っていきたいです。まず中学校の頃とテストの難易度が段違いで上がったみたいな。でなんかこの間中間テスト、この間の中間テストなんか結構これぐらいでいけるかなと思って受けたら、もう全然なんか60点台がいっぱいみたいな、あれ全然できひんみたいな。あ、見て高校レベル、やっぱ高校ってレベル高いなと思いましたね。一番大事なのは授業でちゃんと理解できるようにすることが一番大事だと思ってて、まあ部活やった次の日とか朝に勉強しようと思っても、まあ満員電車でできないことも多いんで、まあそうなった時はその分を休み時間でとにかくまあ隣の子と勉強したりするのが一番コツかなっていうのは思います。コアは部活も勉強も頑張ってる子ってすごい多いから、そういう子たちにすごい助けてもらったり、もちろんそのインテのクラブの子たちにも自分がいい日の間いろいろ助けてもらって、だからそのいろんなしんどいこともあったけど部活やっててほんまによかったなって今引退したから思います。そういうふうに最後まで学校生活を楽しみながら受験勉強も頑張ってください。大谷高校で待ってます。